はい、ネオホララジオ、コウタです。ワッタです。よろしくお願いします。お願いします。今回は怖い話編なので、まず最初に怖い話を聞いていただきたいと思います。はい。自殺の連鎖。僕がバイトをしていた頃に経験したお話です。オフィスビルで主に清掃関係のお仕事でした。週5日勤務でしたが、会社の都合で勤務時間が短縮されたため、他のバイトに変えて、そこでは週1日の土曜日のみの勤務に変更いたしました。当然平日勤務の方々とは顔を合わすこともなくなり、1年が経った頃、平日勤務時に一緒だった30代くらいの女性の方と食事をする機会がありまして、会話の中で僕が平日勤務中に一緒に働いていた一人の女性が自殺をしたことを聞かされました。その子は容姿も良く、ショートヘアの可愛い人でした。僕が平日シフトから外れてからわずか4ヶ月後のことだったらしいです。とてもショックを受けましたが、自殺の理由などは分かりませんでした。実に不思議なことですが、この話を聞く数日前に、その女性らしき人を見たのです。僕のもう一つのバイトは深夜で、仕事場へ行く道で見たのですが、ちょうど電信柱の電灯の真下で立っていました。夏でしたので、真っ白い普通の女性が着る服装だったと思います。ショートヘアで、ただずーっと後ろ向きで、両手を下に下げたまま、全く動きません。体もどことなく色が薄くて、明らかに何かが変だと感じました。絶対にそっちには行きたくなかったので、遠回りをして仕事場へ行きました。それを見てからの自殺の話でしたから、なおさら関係があるものと思ってしまいます。後日、僕にお話をされた女性の弟さんが2ヶ月後自宅のそばの橋の下で首を吊って自殺したそうです。この話を他人に話せば、身内に不幸が来るのでしょうか。今現在、僕のところでは、その兆しはございませんが。ネオホラーラジオ。はい、という自殺の連鎖というお話、うん、どうなんやろな、主人公に霊感があるんかな。でもそんな話何も出てきてないもんな。うん、それは逆にどこで、あの電柱の下にさ、でさ、その可愛い子がおるっていうの分かってるって言ってる、はいはいはい、うん、けどさ、うん、背中向けてんのにさ、うん、顔が見えてないのにその子って分かるってことはさ、うん、何かしらを感じ取らな、その子って分からへん。後ろ姿だけでさ、分かるっていうのも、その、何？至近距離なら分かると思うねんけどさ、はいはいはい、そんな怖いと思って遠回りしたってことは、うん、遠くから見てもうその子って分かってるってことやからさ。うん。まあ、でもその感じ的に霊やんか。その子ではないからさ。うん。らしき人みたいな感じだから、うん、まあ、実際その人やったかってなると、まあ、確定ではないねんけど、まあ、そうやな。うん。確かにまあ、服装であったり髪型であったりっていうので、うん、亡くなる前のその人を見たっていう、まあ亡くなる前からな、実際、うん、そうやな、うん、可能性はあるかもしれんけど、うん、まあただならぬ空気というか、そうそうそう、うん、まあ、自分が見た時にな、あの、その時にはもう実際は亡くなっててとかやったらまた違う話になってくるけど、そういうことではなかったもん。ただ、うん、
うっすら透けてるっていう、まあまあ確かにそれは奇妙やなと思うし、うん、その子であったかどうかっていうのは確定ではないけど、うん、どちらにせよ避けたくはなるものやったんかもしれんな、うん、この主人公はそのなんか平日勤務やったのがみたいな感じで、うん、そっから別のシフトに移動するやんか、うん、だからその主人公が抜けたきっかけでこれが起こってるってことやから、うんうんうん、うん、なんかその主人公が例えば守護霊的なんじゃないけど、ね、うん、守ってくれててみたいな、でそういう大きい存在が抜けてしまったからっていう風に捉えるのか、うん、その主人公が抜けた、うん、後に入ってきた人がそういうのをもたらしてるかっていう、あーなるほど、うん、その主人公の守護霊が強いっていう設定で言ったら、うん、その女の人に似てるのを避けたっていうのも結構、あ、はいはいはい、話が通るような気がするな、うん、なんか守護霊ってこうただただなんていう守ってくれてるっていうより、うん、なんかこう自分からなんかその霊的なものを見せへんようにしてるとかそういうのもあるらしくて、うんうんうん、まあそう言われてるというか、うんうんうん、なんかそういう感じでもあったんかもしれない、うん、だから実際にはその平日勤務の時から何かしらは起こってんねんけど、うん、主人公は気づいてないみたいな状態の可能性もあるというか、あるかもしれんなそれは、うん、という感じよな。なんかすごい不思議な話やな。確かにそやな。でまだ終わりじゃないやんか。そや、もう一回起こるもんな、うん、で言ったらこの話はここで終わってるけど、うん、その後もどんどん続いていく可能性があるというか、うん、うんうんうん、そこが結構こう終わりのないほんまに連鎖というか。せやな、うん、でももしかすると次は主人公に来る可能性だってゼロじゃないから。まあな、うん、一応その職場には行ってるわけやしな。そうそうそう、だから平日勤務の人がっていうのが今起こってるだけの話で、うん、たまたま平日勤務の人がそういう亡くなっていってたけど、そこでくくられてるだけの話なんか、うん、そこから波及して自分とか違う勤務の人たちに、うん、っていうことも全然あり得る、うんうん、きっかけはなんとなく主人公が移動した時ってわかるけど、うん、きっかけだけ分かって原因がわからんから、うん、なんか解決のしようもないというか。せやな、気をつけようがない、うん、かなっていう。もう対策としてはちょっとでも何か異変を感じたらやめるしかないよな、うん、そこ。確かに。もう正直さ、うん、2件起こった瞬間さ、まあ1件でもあれやけど、うん、考えもんやけど、うん、もうちょっと考えへん。職場でさ、うん、そういうことあった。なんかあるかもとは思うよな、うん。ちょっと怖いよな、うん、パワハラ的な感じかもしれない、ね、うん、そういう風なんでも考えるやん、いろいろ例だけじゃなくて、うんうん、やばい上の人が入ってきたんちゃう。なるほどな、うん、職場で一回おって、前の職場で、うん、ちょっと俺の一個下の後輩が、うん、なんか精神的にちょっと病んじゃったじゃないけど、でその理由がその上の人からわーって言われたとかじゃなく、うん、なんか俺そっちからってちょっと想像してんけど、うんうんうん、それじゃなくその子にこの下の子をつけてんて、うん、そしたらその子が変な話できなさすぎて、下の子ができない、うん、うん、でそいつはめっちゃ優しいやつやん、うんうん、多分めっちゃ熱心に教えたりしてて、多分怒りもせず、うん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 、で一緒に付き合ったりとかしてて、うん、なんかこう付き合ってこう教えてるというか、うん、でやっててんけど、どんだけやってもできんねって。おお、うん、で勤務態度もちょっと悪いと。おお、かつな、うん、できひんかつ悪いってなって、なんかもうどうしたらええんや、うわーってなっちゃってんて、うんうんうん、それでなんかなんていうの、優しさでやんだみたいな、うん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 、そうだ、きっかけってわからんというか、人がやむ。そうか、優しさでか。うん、できひんのは自分がまだ教え方が甘いんちゃうかとかいう考えが巡り巡って締め付けていっていたってことやんな。うん、どうしたらいいかわからんかったらしい。後々聞いたら辛いなぁ、その話。うん、っていうのがあるからな。ある逆に自分自身なんか、まあほんまに死にたくなったとかじゃなくても、うん、なんかやんわりよぎるというか。あーとな、うん、ちょっと、これ話していいんかな。いや、そんな、いや、重い話じゃないんけどさ、うん、あのな、うん、付き合ってた子がちょっと癖強くてさ、うん、で、うん、俺自身が病んだな。
はいはいはい。女性関係？そう。ああ。あの、死にそうな顔してるけど大丈夫ですかって心配されたり。家帰って、親に、うんうん、あんたなんかあったんっていうぐらいに顔の色は悪かったらしい、当時。ああ、座れてたんちゃう？かもしれんな。正規座れてたかもしれん。なんかちょっと言うと、うん、なんか付き合ってる彼女がっていうトラブルは、うん、なんか全然死んでもいいぐらいの、ちょっとこちらからするとな。こちらからすると、うん。今多分味方半分ぐらいおると思う。こう聞いてる人の中でも。嘘やろ、うん、女性関係、なんやこいつはって思われてるの多分。逆にない他も。他は。女性関係ぐらい。せやな。うん。うん、俺結構喋ったり笑ったりするやん、うんうん、そういう風なんかなくなる感じまでなったんは女性関係ぐらい。あ、でもめちゃくちゃハッピーな人生というか今んとこ。まあ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 、うーん、そうかな。普通そこまで追い込まれるようなことめったにないやん。あ、結構あったってことやんな。じゃあもうすぐいや、もうそれはそれで後退なんありやん。俺もすぐなるから。もうマジでもうすぐ一瞬で。一個も聞いたことないけど。ありすぎて言ってないだけ。ありすぎて言ってないだけ。いいな元気でって思ったもん今。いやいやいや、待ってくれよ。めっちゃとにかく明るいなと思った今。ワッターに、ワッターとにかく明るいなと思った。うん、それはいいなと思ったよ。いや、話してやじゃん。だから死にたくなる時やろ、うん、まあ、死にたくなるとそのあれで、その軽い感じの、まあ、ちょっと死にたいなぁ、ぐらいの。軽い死にたいなぁがもう分からん。その、やむわーぐらいの、あれやろ、うん、その、俺さ、あの、雑誌で、あの、なんていう、週刊誌みたいなんでさ、うん、漫画とか、あるやつの表紙の方って、うん、なんか、女の子のさ、写真みたいなのが載ってるやん。うん、グラビアみたいな、うんうん、で、あれでさ、別に水着じゃなくても、載ってるやんか、うん、アイドルとか。うん、あれなんか、コンビニ入ったらパラパラ見ちゃうやん。うんうん、その写真って、なんかこう、疑似彼氏みたいな、彼氏の疑似体験みたいな写真が結構多い。うんうんうん、イメージ的に。かき氷持ってて、こう、差し出してるみたいな写真とか、食べるみたいな写真とか、なんか早く行こうよみたいな感じで、こう、手繋ごうとしてるみたいな、手、なんか伸ばしてるみたいな、こっちに、うん。っていう写真があると思うんだけど、あれをさ、こう、多分世の男性たちは、なんかこう、彼氏になったような気持ちで、見ちゃうんやと思うね。疑似体験みたいな。あれ見たときに、なんかこう、いや、俺からしたら、うん、こんな可愛い子が、俺にこんな笑顔を見せることなんて一生ないねんな、とか思っちゃって。うん、すごい発想力やな。うん、なんかこう。一つのグラビアから。うん、なんか、こんなアイドルみたいな、女優みたいな人が、うん、なんか、かき氷って、こうバッてやって食べるみたいな、うん、手出して早く行こうよみたいな写真の状況を俺は経験せずに死んでいくんかと思ったら、もう先なくていいんかもぐらいの気持ちにはなるよな。いや、それとさ、うん、俺のやつ1対1な。いや、俺のが上やろ。嘘やろ。絶対俺のが上やなるって。だからなんか俺からしたら、もうそのこの子可愛いなと思って雑誌パッと開くやん、うん、そしたらもうその子にはすでに彼氏がいて、うん、その彼氏にしか見せへん、もう俺には絶対見せへんような笑顔の瞬間を見せられてるみたいな気持ちになって、うん、なんかすんごい悲しくなるよ。うん、言ってる意味はすごくわかる。わかるやろ。わかるわかるわかるけど、うん、俺より上、絶対上やって。自分だから、ワッターの、その時の彼女見たら、俺も死にたくなるかもしれない。だからその、ああ、もうこのワッターにしか見せへん笑顔見せてる、みたいな。いや、だからその見せてもらってないで、俺は。いやいや、だから、まあ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 深くは話せへんけど、そういう風な感じでやんだんや。ああ、それはなんか、まあ、若さゆえの、みたいな。まあ、それはあるんかもしれんな、うん。俺、この先ずっとやからな。いや、わからへんや、まだ。ずっと。もう雑誌めくれば。いや、結果は出しに行ってるから、うん、まあまあ、そこまでではなくても。うん、いや、もう表紙から3ページで死を感じてんねんで、こっちは。もう、見に行っちゃう？早いで、あの、太めの表紙ペッてめくったらもう死や。俺からしたら。死が待ってる。
あかんって、そんなん、いつか死んじゃうから見ん方がいいわ。やめとこうな、これからは。でも、多いと思う。これ、俺、今言ってて、思ったけど、多分おると思う。もしかしたら女性が聞いたら、うん、全く理解できんかもしれんけど、この発想に関しては。ジャニーズで置き換えて考えられへんの？それ。あー、確かにな。多少いけるんじゃん。あー、確かにそれはあるかもしれんな。うん、こう、バックハグみたいなさ、そうやってこう、なんか囁くみたいなシーンをこう、うん、ジャニーズの子たちがなんかやってるとして、うんうん、そしたら、私があのバックハグを受けることは一緒なんや、みたいな。いや、これでもあんま言うと、なんか、うん、いや、逆に自意識過剰やろって思うと思うね。その、なんていうの。慣れへんのは当然やと。うんうんうん。その、慣れるっていう可能性を1ミリでも感じてるからお前はそう思うんじゃないかみたいな。うん。違うと。こっちは。うんうん。もう、そんな感じの子っていうだけで想像したの。わかる？この子じゃないね、俺からしたら。うんうんうん、雑誌めくってる時なんて、表紙の子知らんねん、俺からしたら。うんうん、もう知らん子が、知らん可愛い子がもう笑顔。それで死。それで死やから、こっちは。いやもう。ジャニーズは、もう多分な、俺ちょっと分からんけど、女性の気持ちは。うん、なんか、なんていう、アイドルって感じだよと思うね。うんうん、もう向こう側、うんうん。完全な線引かれた向こう側、うん。雑誌の表紙、向こう側やん。うん、開けたら、こんな感じの可愛い子っていう、なんか、周辺の話になってくるんだな。みたいな。はいはいはい。そう。こんな感じやで。いや。こっちは。まあまあ、それ、確かにそれ基準でいくと、うん、日頃いっぱい死にたいなって思ってるやろなとは思うな。うん、回数的に。だから、俺のことを、うん、あ、そんなもんなんかって思うのもあれやな、うん。花火とかやってるやん、夏祭りの。うん、なんか、音だけ聞こえてくるときとかあるやん。うん、あるな。パーンみたいな、ドーンみたいな。うん、あれ聞いたときも、あ、もう学生生活で、こう、学校終わりに、一緒に約束して、どっかで待ち合わせして、なんか浴衣の、女子高生の女の子と花火行くみたいな経験、うん、もう二度とすることないんやと思ったら死。花火のドーンで俺も死。いやもうちょっと、あの、深く考えるのやめた方がいいと思う。考え始めたら基本マイナスに行くやん、その感じだと。もう花火で死や、こっちは。うん、辛いやん。花火で死やろ？雑誌で死やん。うん。うん。まあ、あの、プールあるやん、プール。プール、うん、プールなんて二度と行かへんわけ、大人って。基本的に一人じゃ、一、まあうん、人じゃ行かへん。行かへんな。で、こう、もう20代後半、もう30ぐらいになると。うん。30なって、友達と市民プールもありえへんわけ。ありえへんな。ありえへんわけ。考えられへんやろ。うん。ウォータースライダーの列に30代の男4人ぐらいで並んでるみたいな。気持ち悪いな。気持ち悪い。気持ち悪いやん。って考えたら、こう、彼女であったり、子供ができて、子供を連れていくみたいな。うん。今なんか全く何の予定もないやんか、うん、ないな。テレビでプールの映像流れたらもう死。その死に直結はやめようや。ワンクッション置いたりしたらいいんちゃう。あ、辛いなぐらいにしたら。食。うん、食うぐらいで。食やな、うん。雑誌で食う。うん。花火で食う。うん。プールで食う。三十食な。背負ったな。そりゃ死やな。三つ背負ったら死やわ。三つ背負ったら死やろ。うん。三十食。いやでもこれ。あの、別れるな、今のは。でも、めっちゃわかるわって人と、何言ってんのこいつっていうので。まあ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 、うんうんうん。けど、その、こうたほど細かく設定してないのはあるかもしれんな。ああ、この状況でみたいな。雑誌とか、そう、雑誌とか、はい、花火で、とか、うん。たまにふわっと、あーって感じるのはあるんかもしれんけど。あ、それは実際俺も、なんていうや、島ではいかんけど、うん、ああ、ないんやろなとか思うし。重さは違い。ああ、もう二度と経験できひんねやとか、うんうんうん、そういうのって、それこそ女性関係じゃなくても。うん、そうやな。うん、切ない気持ちにはなるな。そうそうそう。年重ねていくごとにそういう風になって増えていくもん。うん。だから個人的には、雑誌、プール、花火。これが俺の自殺の連鎖。うん、今回は自殺の連鎖という。お話でしたということで、はい、次の話に行きたいと思います。はい。お前誰？体験した不可解な出来事を一つ。その日は友達を待ってて、新宿の駅にいたのね。
昼の1時くらいに。で、しばらく待ってると、その友達から電話がかかってきた。お前、今どこにいんのよ。とか。悪い。今川崎で電車乗ったとこ。とか、そんな感じで。で、今川崎出たってことは、あと3、40分くらいか、どこで暇つぶそうかな、と思いつつ、まあ、早く来いよ、って言って、電話切ろうとしたのね。だけどその時、駅の改札に、その友達の姿が見えたんだよ。ああ、からかってたわけね。そっちがその気なら、こっそり近づいて、逆に脅かしてやれ、って思って、電話で話しつつ、近づいていったわけよ。そこで気づいたんだけど、視線の先にいるそいつは、携帯を手に持っていないのよ。でも、電話で俺は、まだそいつと話をしている。あれ？人違い？と思いながら、そいつに近づくと、そいつが俺に気づいて、悪い、待たせたな、とか言ってくんの。俺はまだ電話で、そいつと話してんの。どうなってんの？なんだこれ？と思って、混乱しながらも、言ったのよ。お前、誰？そこでブチッと切れた。着信番号も声も間違いなくそいつだったが、そいつの携帯にはもちろんそんな履歴はない。と、まあこんな感じ。そいつにそのことを話しても、何言ってんのこいつ、みたいな顔されたよ。俺の携帯の着信履歴も、何らかの手で仕込んだものだと思われてる。不可解であり、正直すっげえ怖かった出来事。ネオホラーラジオ。いや、怖いな、これ。お前誰？という話。結構ひょうひょうと語ってるって、めっちゃ怖かったんけど、みたいに言ってるけど、聞いてるこっち、それ以上に怖いで、って思いながら聞いてたもん。ああ、確かに。なんか、時間が経ったんかなって感じやんな。うん、そうやな。体験してから数年経って、もうなんか友達同士の、こうなんか、俺こんな体験してんっていう、なんか笑い話に一回、もう消化してしまって、そっからこの話をしてるみたいな感覚やんな。当時はめっちゃ怖かったかもしれないな。もうちょっとその友達と電話なかなかできひんくな。怖くて。なあ。まあ、こっちからかける分にはいいかもしれないけど。そうやな。出れへんよな。向こうからかかってきたら。うん。でもまあ、この友達に限らずって感じかもしれない。ああ、それはあるかも、ね。電話ちょっと怖くなるかもな。うん。でなんか、怖いけど怒ったことは。うん。怒ったことは怖いけど、なんか、何しようとしてるかもよくわからん。確かに目的はなそうやな。うん。なんか、別に、今どこんの的な感じの電話やったんか、うんうん、なんかそれにも普通に答えてなんか受け答えしてて、うんうん、で友達見つけた後もなんか俺はまだそういった電話してるって言ってるけど、うん、なんかまあ何を話してたか書いてないけど、まあ、なんか違和感のない会話をしてる感じやんか、うんうん、確かにな、うん、悪意のないようなってなったらなんかうん変な感じだよ。ただただ怖いだけみたいな、うん、だから、うん、うん、個人的には、だ怖い感じで無理やり持っていくと、うん、その、電話してるやつが、うん、言ったら俺今どこどこみたいな話してるやん、うん。で、その友達を見つけてからもさ、今着いたかとかさ、うん、どこにおんのかっていう話をどんどん聞き続けて、うん、そこに向かってきてるとかだったら怖いなと思う。うん。そいつと会うとは、そいつは知らんと電話してて、うん、今からそこに行こうとしてるやつやったとしたらすごい怖いというか。うんうんうん、確かにな。うん。なんか、霊的なとこから、なんか人的な感じに変わる話だけど、うん、うん、目的いいよな確かに。分からんのは切れちゃってんもんな実際に。うん、それかなんかその当時と会ったやつの、うん、まあ、生き量みたいな感じが、うんうんうん、こう電話をかけててで
そいつとはすごい仲良く表面上はしてるけど、うん、ものすごいなんか思うことがあって何かしらのアクションがそこで起きてる、うん、うーんとかそういうのはあれかなと、まあ、単純にその、うん、遅れてるっていう思ってるやん本人が、うん、待たせたなみたいな、うん、その遅れてるっていう強い気持ちが、うん、残ってて、うん、またそれを繰り返して、うん、電話して 3,40 分かかっちゃうわみたいな感じで、うん、その気持ちだけ言ってるみたいな、うん、っていうのもありそうな感じがするな、うん、確かにな、まあ、でもこれさすがになんか経験せえへん話というか、まあ、当然自分はやけど、うん、なんか一回でもこういう経験ってしたらさなんかマジで味がする間は喋り続けるやん一人、うんうんうん、そんぐらい結構インパクトのある話そやな、実際自分が体験したらと思うと、うん、してないのに俺めっちゃ怖いって思ったし、あした本人の当初はなすごかったやろな、うん、俺この主人公やったらもう絶対なんかちょっと仲良くなった瞬間ちょ聞いてやーっていうこんなってさそうそうそうなんかなんていうすごくないってなんか聞いた人がさえマジその話ってなるような話というか、うんうん、たださ、うんコータみたいな子がさ、うん、この話聞いたらさ、うん、いやでもそれ目的がないからさっていう風になるやん。いや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 、絶対言うって。いやいや俺多分人が言ったらマジでってなって多分ちょっと信じようとはする。あーまあ確かに否定はせんって言ってたしな、うんうんうん、そう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 か、そのなんかこういうちょっとどっかから拾ってきたような話だから、うん、なんかこう考察とかしていくけど、うんうん、多分マジで人が言ったら、あ面と向かってなんか詳しく聞きたくなると思う。あれやね、あのマジで、おととい。うん、おとといの話で。めっちゃ最近。そう、マジの最近。うん、な今、マジでパッて出てきたけど、あの、うん、会社で、そのエレベーター降りようとした時に、うん、その別会社の人と同じタイミングがあって、うん、で別会社の人って言っても、その一緒に働いてる人で、うんうん、あの、お昼とか一緒に食べに行ったりしてるんだよ。顔見知り。まあ、顔見知り以上やな。以上、うんうん。で、仕事も一緒にしてるし、うん。で、その人とエレベーター一緒に待ってたん、うん、で、お疲れ様です、みたいな話して、そしたら、その人が、ああ、ちょっと聞いてくださいって言われて、うん、どうしたんですかって聞いたら、なんか急にやねんけど、あの、僕、みたいな、うん、あの、自宅の最寄り駅から自宅まで、あの、自転車で2、30分かかるんですね、って言われたの。あ、そうなんですかとしか言いようがないというか。遠いなぐらいな。なんか急になんなんみたいな。うん、え、なんすか急にって思って、で、まあでも言えへんや、うん。だから、そうなんですかって言って、でそのタイミングで、あの、エレベーター来て、うん、で、パーンって開いたら、エレベーターの中は人がもうめっちゃいっぱいで、うん、で、乗ろうか悩んでたら、その、ちょっとスペースを空けてくれるというか、中の人が。ほうほうほう。で、なんか二人乗れる感じだったから、うん、あすいませんって言って乗ったん。言ったらもうギュウギュウ、うんうん。で、パーンってしまったら、なんかその人が、そしたらね、って、まあ、続けんねやんか。うん、今ここでってな。そうそう。今ここでまた続けんねやん。どんだけ言いたいんやろと思って、うん、でも聞くやん。うん、で、はいって言ったら、あの、その人が、で、あの、その2、30分の間に公演があるんですって言われて、うん、はいって言ったら、その公演にね、この間死体が出たらしいんです。えぐい。今じゃなかったやん、絶対。もうエレベーターの中ピーンになってる、ね。そりゃそうやわ、うん。で、エレベーターパーンって開いて、うん、じゃあお疲れ様でしたって言われて。いやいやいや。俺普通に後ろ姿に、ちょっと明日詳しく聞かせてくださいっつって。で、今日聞いて。で、今日ちゃう昨日か。聞いたら、うん、あの、あれ、ほんまになんか、なんていうの、ネットでちょっと話題になってたらしくて、で、なんか、でも報道はされてないみたいな。うんうん、なんかその SNS とかで、その講演を調べたら、で、普通に出てくるんだって、うん。でもその、なんか、ニュース的なもんには一切なってないから、うん、なんか、なんでやろみたいな話をしてて。ニュースになってないから詳しくもわからんってことか。そう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 。だからなんか死体が出たっていう話をなんかその人も知ったけど、うん、実際どういう人かとかどういう状況でとかはわからんらしい。その人も。これマジ言ってた。その人は、うん、そのなんて地元の人らから聞いたってことなのかな。なんだろう。なんかあのあ確かその嫁から聞いたみたいな話でした、うん。その嫁がどっから聞いたかは知らんね。その噂話的なあれだったか知らんけど。そう。で、なんか、なんでニュースにならんのかっていうとこで、うん、なんかその SNS 的なとこでは、なんか、議論が交わされてるんですよって言ってた。うん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 、だって、まあ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 、何かしらの形で、な、うん、
報道とかされそうな気もするもんな、うん、ニュースにはならへんくても何かに載ったりとか、そうそうそう、なんかすごい不思議って話してて、うん、確かになんか、まあ、ちょっとこの今回の話とは経路が違うけど、うん、なんか人に言いたくなるようなさ、うんうん、こんな体験をしたじゃないけどなんかそういう話の一つかなっていう、うんうんうん、不思議や、そう不思議よな、なんかあそんな身近にあるんやと思ったらなんか、まあ、羨ましいとかじゃないけど、うん、なんかすごい体験やなっていう、うんうん、人に話す体験みたいなのある？人に話す体験、もうこれしたことあんでみたいな、僕ねーみたいな、いやー実は僕実はこんなことしたことあるんですよみたいな、こんな体験したことあるんですよってちょっとなんかキャッチーなやつ、あのほぼ初対面の人にもできるような、いや小さいで、あ小さくていいやん、うん、初対面な私と初対面の人私よ、うん、小さいぐらいがちょうどロードいい一緒にしたことあるで、ね、しかも、え何ファーストコンタクトの時やな多分俺とコウタががっつり、ああ分かったわ、うん、今のではいはいはい、でもないやんあんなこと、まあまあまあうん、小さいけど、うん、めっちゃ小さい、うん、いやいやもうえって言ったやん、そっちが言っていい、多分当たってるから、うんうん、いいよ、あのハンバーガーやろ、そう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 、ハンバーガーをなんか80個ぐらい買った的なやつやろ、そうそうそう、クリスマスの日に、謎にな、うん、クリスマスにハンバーガー80個みたいな、確かに小さい、 10人ぐらいやったっけ、10人ってなったら確かにな、うん、もうちょい買えよってなるかもか中学生やったしな、あまあ確かに 中学生やった、うん、なんかしかも安かったよなハンバーガー、そうね60円とか、うん、そんぐらいの時やったから、うん、別になんかなあノリで買えたというか、うんうん、で食べたしな、うんうん、めっちゃ辛かったけど、すごい時間をかけてみんなで食べたっていう、うん、ああ小さいな、だそんなだからないよな特別なんかやりましたみたいな、初対面の人がそれ聞いてんってなって終わるんじゃん、ふーんで終わりでいい、確かにふーんで終わっちゃう、うん、なんかありますかって言われたら俺ないですねって答える、だから今無理やり出したってこと、まあ小さくていいって言うからもう絞りかすよあー確かに絞られきった後やな、もともと絞っても何も出てこへんとこから無理やり、もうええんちゃう、そんな攻めんでもともとないって言ってんやからええやん、はい、じゃあ大きいやつちょうだい、 お手本見せようか、うん、これぞみたいな、うん、ビビンで多分ドン引きおうおお、うん、あげるね、うん、初対面やろ相手、うん、一番キャッチーなやついこうか、うん、俺なびっくりドンキあるやん、うん、ハンバーグのあのチェーン店、うんうん、パインバーグディッシュ食ったことある、いやこれどんだけすごいことか分かってる、まあまあ、ビッグド好きからしたら、ええー、これだ、もうどんだけだからもうあの天下一品あるやんラーメンの、うん、あれでこってり以外を食べたことあるの一個上やん、自慢具合こってり以外しかない人間、逆に、うん、それはちゃうわ、じゃあ逆にこってり、こってり食べたことない、逆にあんな俺こってりなラーメン好きじゃないから、ああこってりは避けんねん、それやったらちょっと話が変わるな、うん、でもそれって結構味が違うやん、うん、しかもまあ値段一緒ぐらいで味が違うもん、うんうん、なんかこっちはお金払って大して必要のないパイに乗せてるから、うん、いやそれは分からへんやん、レギュラーメニューやん、だってパインバーグディッシュって、あのレギュラーメニューたちの中でずっとイニシエから残ってるメニューの中で、うん、パインバーグディッシュは実は一回メニューから消えたことあるの、これあのあのあれビックリドンキーの社員の人があのインタビューみたいなので答えた、逆に復活するってことは人気やったってことなんじゃない、じゃんそれがパインバーグディッシュって消えた理由が、うん、出えへんからやねん、あそうなんや、うん、出えへんから消してん、うん、じゃあ何で回したかっていうと、その一部の超熱烈なパインバーグディッシュファンが、うん、なんで消したんやっつってものすごい抗議のもうデモやな、もうカルトみたいな、うん、パインバーグディッシュ教の信者たちが、うん、もう暴徒となって荒れ狂ったんや、うん、でもうしゃあなし戻したみたいな感じらしい、食わへんのよな普通の人は、パインバーグディッシュを、だからで言うには、ただパインバーグディッシュ言うたら家族で来るとするやん、うん、誰か家族で来た中の一人がパインバーグディッシュを頼んでた、パインバーグディッシュを頼んでる家族は、うん、残り全員パインバーグディッシュ率がめっちゃ高いらしい、一家でパインバーグディッシュみたいな、だからびっくりドンキーといえばパインバーグディッシュだよねので来てる、いやーなるほど、うん、そこに一般のコータが踏み入れたってことがすごいってこと。そう。だからこれな、でも言うとな、いや、そんなん全然すごないや、みたいな。行ってみてほしい。パインバーグディッシュ食べるぞって気持ちで、うん、びっくりドンキー行ってみてほしい。わざわざ他にもいっぱい美味しいメニューがあるの。絶
対食べへんから、みんな。だからその、それこそ、まあ、こってり好きじゃない人が天下に行って、うん、こってり頼まへんっていうのはまあわかるわ、うん。いやもう、こってり好きな人で、天下一品行って、うん、こってり以外食うぞって気持ちで行ってみてほしい。絶対こってり食うから。もう、無理やが逃れられへん。ああ。パインバーディションってお金かかるから。普通のノーマルが美味しいのに、無駄にパインを乗せなあかんっていう地獄をな、こっちはやってるわけ。実際さ、うん、食べた感じ。イラ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 。すべてがじゃあマイナスやな。うん。その感じ的に。そう。ただ、もう、ずっと言ってる、みんなに。俺、パインバーグディッシュ食ったことあんねん。大体言われるよ。だからなんなんて。まあまあまあ。でも食べたことないねん。だからなんなんて言うやつは絶対に、うん。それないやろな。うん。いやいやいや、お前はだからなんなんて言いつつ、パインバーグディッシュの味を知らずに、このまま死んでいくんや、つって。俺はずっと。まあ。だからなんなんて言ってるのは、大したことないからやと思ってると。うん、でも、いざ、店行って、パインバーグディッシュって店員に言おうとしてみ。絶対口から出てこへんから。お腹減ってんのにな。そうそうそう。わざわざ他にそれてまで。そうそうそう。いろいろあんのに、パインバーグディッシュを食べますかってなったら絶対言う。絶対頼まへんから。確かに。それはちょっと納得かもしれない。うん。だからもう、じゃあ聞いてる人たちもな。パインバーグディッシュ食べたことありますよって、もし人がおったら、うん、多分その人は、パインバーグディッシュ何度も食ってる。うん、だからパインバーグ、信者の可能性が高い。信者、信者。それは信者。うん、じゃなく、一回だけ、一回だけ食べたことありますって人、多分ゼロ。うん、もう言い切るわ、ゼロ。これマジコメント欲しいな。嘘つかれるけどな。ああ、まあまあまあ、どうかわからんか。そう、俺が嘘の可能性もあるしな。うん、向こうからしたら。こんな熱量持って寄せたらすごい。そう。もうほんまやけど、うん、向こうからすると、うんうん、そうやな、分かる。疑う可能性もあるから、うん、これはでも、誓ってほんま。パインバーグディッシュを食べたことがあります。うん、俺は、で、ちょっと待ってな、うん。パインバーグディッシュを食べたことがありますと、うんで。だからなんやねんって思った人、もう今後一生怖い。今、まさに今、うん、だからなんやねんって思った人、もう一生食べずに死んでいく。うん。ほんまに。だからこの話ちょっとバカにされがちやけど、この主人公も話の。うん、たぶんバカにされるかもしれん。ほんまかみたいな。うんうん、でも、一回経験したやつは、やっぱな、重さが違うよな。言葉の。うんうんうん。うん。この主人公は、なんか、存在してるかしてないかもわからへん友達が電話かかってきたと。うん、俺は、パインバーグディッシュを一回食べたことがあると。やっぱ、同じラインで戦う者同士。やっぱりさ。持ち上げたな、自分で。うん、しかも周り誰も持ち上げる人おらん、自分だけの力で持ち上げた、うんうん、だからもうやっぱり聞いてみたいな、確かにパインバーグディッシュを食べたことあるっていう俺の話を聞いて、だからなんやねんって思った人はもうな、今後食べることない二度と、うん、で俺パインバーグディッシュ食べたことあります何度もって人は信者、うん、それ以外のなんとなく気になって一回だけ僕も頼んでみたことあるんですよねって人ゼロ。もう言い切れる。今回コメントゼロやな、多分。え、これのことに関してしかコメントしちゃあかんの？いや、してほしい、してほしいけどな。してほしいけど。それに、その話題に関しては、今回コメントゼロやな。うん。だからやっぱ、結構厳しい回になるかもしれんけど。何の話のことだ。おったらもう一回俺コータに行ってほしいわ。うん。パインバーグディッシュ。味噌ぎとして。あー、なるほどな。確かに。うん。ツイッターにあげるわ。パインバーグディッシュ食べてまーすって。うん。コメント来たらな、うん、僕食べた一回だけ気になって食べたことあるんですよ、一緒ですねってコメント来たら、うん、返事はそうっすねって冷たくしちゃう可能性はあるけど、うん、こちらとの約束で嘘はつかんでほしいな、やっぱ確かにそう、嘘だけはやめてほしいな、うん、そこ本気で、うん、やっぱコータとガチでぶつかり合ってほしい、うん、なんならその人たちからも喋ほしいぐらいだけど、まあそれは難しいから、うん、コータさんのためにもう一回食べに行きました、分厚い人は。信者、信者。信者にする。パインバーグディッシュ。二度目からは信者。二度目からは信者。かわいそう。二度目からは信者やから、パインバーグディッシュの。その人は多分、今後一生パインバーグディッシュを食べ続ける信者に、自分がハマってること気づいてない。成り上がってる、勝手に、うん。ずっとパインバーグディッシュ。コータのためっていう口実を使って、うん、っていうことか。そう。ずっとパインバーグディッシュ。その人はな。うん。なるほど。楽しみやな。ちょっとな。うん。うん、多分この回、何してんだこいつらの極みみたいな感じになってる。そうやな。うん。パインバーグディッシュ、
ほんまにだから自慢できることなんかっていうところも含めてな、うん、ちょっと検証させていただきたいなと、うん、我々のもうあのいっぱいおったらあのネオサイコ会としてなんか一個別の会考えるんでこっちはファインバーグディッシュのなんたらみたいな付き合わされるんか俺っていう会をね設けるんで、まあおそらくそんなことにはならへん、そんな人も存在してへんから結構自信やもん、自信ある、うん、めっちゃっていう、だからまあだからなんやねんって思った人たち、ちょっと寂しい人生にならないようになんでちょっとマウント取ってファインバーグディッシュ食べたことあるわ、もう全然いけるからない人たちになるほど、うん、びっくりドンキ周辺にないよって人ほんま何の話してるか意味わからなかったかもしれないですけどごめんなさい、まあっていう感じで今回は以上にしようかなと思います、はい、なんかいろいろすいませんよかったらねよかったらチャンネル登録グッドボタン、あとコメントもすごい励みになってるのでよろしくお願いします、お願いします、という感じで今回は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。